これ、どこから出るの尋ねながら彼女はボロボロになった地図だったものを握りしめていた。さっきまであんなに晴れていたというのに、雲の流れはこんなにも早いのだ。雨もすぐに止むだろう。さあ、と答えながらそう思いたいと願った。 これは俺と一回り年の離れたいとこの A そしてその彼女の3人でドイツへと海外旅行に行った時の話だ俺たちは道半ばで迷子になり途方に暮れていたドイツに来てみた,来て見たドイツに来て見たものの福引きで手に入れたのは旅行券とあまり気の乗らないツアーのセットだった チケットは4枚あったのだが1枚は売ってしまい資金にあて俺たちはツアーとは関係なく行き当たりばったりの旅を楽しむことにしたのだ何をしようかと話し合っている時ドイツなんだから伝説を見に行こうと彼女が提案したのが全ての始まりだったハーメルンの笛吹き男をご存知だろうか 1284年ハーメルンにネズミ捕りを名乗るピエロのような格好をした男がやってきて報酬と引き換えに町を荒らし回るネズミの駆除を約束したすると男は笛の音でネズミの群れを引きつけるとウェザー川におびき寄せネズミを残さず溺死させた約束を果たした男は報酬を要求しにハーメルンへと戻ると 町の人々は約束を破り報酬を出し渋った怒った笛吹き男はハーメルンの街を後にしたが6月26日の朝一説によれば昼間に再び戻ってきた住民が教会にいる間に笛吹き男は再び船笛を吹き鳴らしハーメルンの子供たちを街から連れ去ったという 130人もの少年少女が笛吹き男の後に続き洞窟の中に誘い入れられそして洞窟は内側から閉じられ笛吹き男も洞窟に入った子供たちも二度と戻ってこなかったという物語の遺説によっては足が不自由なため他の子供たちよりも遅れた二人の子供あるいは盲目と老瓦の二人の子供だけが残されたと伝えられている その笛吹き男は死神だったとか悪魔の象徴だとかいろいろと説もあるほか洞窟ではなく子供たちは森の中に五体を引きちぎられ木々にかけられているのを見つけられただとか調べれば調べるほど出てきたオカルト教の俺たちはハーメルンへ向かうことを決めたわけだったのだが向かう途中 ハーメルンを囲む緩やかな丘の中の面白そうな施設を見つけてしまったそれは巨大迷路だった完全に閉鎖されていたのだがそこは旅行独特の八着館から3人ともノリノリで侵入したいわゆる迷路園というのだろうか 背の高い生け垣で視界は完全に遮られる縁縁緑に囲まれた静かな空間だスタートできる道は5つバラバラに入ってビリだったやつが罰ゲームなんてどうと提案する A やってやろうじゃん別にいいけど A 君迷子にならないでよね そんな軽口を一言二言交わしてからそれぞれ思い思いの道の前に立った A は一番左の道へ彼女は真ん中の道へ俺は一番右の道へそれでは諸君公平を来すためカウント5でスタートしますノリノリの A は非常に楽しそうに仕切っている笑う彼女に いいから始めろと促す俺それでは GO GO のつもりなんだろう叫ぶと同時に走り出す A うんやると思ったよ A 君賭け事になると勝たないと気が済まない子だもんね俺君また後でねちゃっかりエントランスにあった地図パンフレットを取ってきていた彼女は俺に微笑みかけるとゆっくり歩き出した おうまた後で俺も行くことにしよう負ける気はさらさらないのは俺もだ A は関東体力だけで走り回るに違いない彼女は地図で最短を進んでくるだろうでは俺は右手法だこれなら壁の長さだけ歩けば必ず外に出られるそっと右手を壁に当て歩き始めた 中は何の音もない静かすぎる空間そして生垣のところどころに石膏で作られた子供たちのオブジェがあるどれも楽しそうにスキップをしているようなオブジェだそれからかれこれ15分くらいだろうか歩いていると何の兆しもなくキャーという彼女の彼女のもの,だものであろう悲鳴が聞こえ一瞬の硬直の後俺は走り出していた 一方、A は走り続けていた出口が俺を呼んでいるその道を何往復しているのか彼はカウントなど視野しない少し湿り気のある空気を全身で感じながら走る走る曲がり角にいる子供のオブジェとハイタッチをしたり頭をペチンと叩いたりひとしきり走り続けそしてさすがに疲れた A そりゃ10分も全力で走っていれば疲れるだがそれなりに進んだ気もする広場のようなところに出て A は確実に中間くらいだろうと認識していた間に過ぎないが正解に違いないそこはオブジェの数も多くなんだか気色悪いのでそのまま素通りすることにしたあちらこちらに何かを食べている ドブネズミのようなネズミを見かけて早足に通り過ぎる広場を抜けて最初の角をちょう,ちょうど曲がってすぐにキャーさっきの広場の方から悲鳴が聞こえる彼女ちゃんびくっと飛び跳ねながら振り返り角を曲がり広場へ戻ろうとするするとそこは小さな女の子と男の子がうずくまっている 曲がってすぐに視界に入ったので硬直しながら彼らを見る「今の悲鳴は君たち大丈夫かい?」尋ねてみたものの日本語なんて通じないかと冷静に頭が落ち着きを取り戻していく女の子は声をかけられていることに気がついたのか顔を上げるシルバーに近いロングの髪に雪のような白い肌 そして印象的だったのが A を見上げるその子の瞳が白かったことだドイツの子は目の白い子もいるんだと額のなさをフルに発揮しているとその子は A に向かって親指を立てたまま右手を突き出しそれを左手で自分の胸へと押し戻すそんな動作を続けているあえっとグー グー迷子になっちゃったのかなお兄さんが出口まで一緒に行ってあげるよそう言いながら左手を差し伸べるとその子は A の手を握る男の子は座り込んだままで歩こうとしないので怪我でもしたのかとおんぶをしてあげることにしたそうだ悲鳴は近かったくそ、どこだ彼女 考えもなしに走り回っていると声の聞こえた方とは真逆へとどんどん進んでしまう父上俺はこっちに行きたいんだよそう叫びながら生け垣に思いっきり突っ込んでいった枝が全身に絡まり太い幹が皮膚を傷つけるでも今そんなのは気にしていられない彼女に何があったんだ早く行かなくては 池垣に3つの穴を開け4つ目を顔が通過した瞬間キャッという短い悲鳴とパンという音を強烈に熱を持っていく右頬何俺急に出てきたらびっくりするだろうびっくりしたのはこっちだそしてなぜビンタをされたのだ まず謝れそして何があったのか説明しろそれは後だまずはあいつを仕留めるそう言うと N から S へとシフトチェンジした彼女は生垣の枝を何本か折り引きちぎると生垣の隙間へと逃げていく黒い影にそれを投げつけているフリフリワンピはまたあの日のように泥やら葉っぱだらけになっている もういないぞと頭をつかみこっちへと向かせる思いのほか近くでドキドキする違うあいつが急に出てきてびっくりさせるから何が違うのかわからないが彼女の言い分を聞くと地図を頼りにちょうど中心にあたるこの広場まで来たから少し休もうと思い座ってオブジェやら空やらを眺めていたら 何かに足を触られたらしいびっくりした彼女は飛び上がりながら足元を見ると数匹のでかいネズミが走り回っていたらしいとのこと「こんなのだぞこんなの」と両手をいっぱいに広げてみせる彼女「そんなのがいたらライオンだって食われちまうよ」と突っ込みながら辺りを見回すと まるでメリーゴーランドのように広場の中心に向かって子供たちのオブジェがいくつもありどれも満面の笑みだそしてその中心にはオレンジ色と黄色緑水色といった派手な色であしらわれた服をまとったオブジェが一つあるそれは片足を上げ楽しそうに笛を吹いている男の石像だった服は雨や日差しあ服は雨 雨や日差しにさらされたせいかボロボロになっているが彼を中心に一様に楽しそうにまた恍惚とでも言おうか不思議な表情をした子供たちはみんな彼を見ているなんか気味悪いなうんどのオブジェも目が笑ってないからだろうね 子供たちのオブジェはどれも正気のないいかにも作り笑顔のような表情をしているからだろうかこの広場はとても居心地の悪い空気感に満たされているのをひしひしと感じ始めたでもあの笛吹き男だけはやたらと楽しげな顔で作られてるわねそう言って彼女は早く A 君とも合流しなきゃもう行こうと地図を広げ視界をそれへと落とす 今ここだからんいやうんーとボソボソ言いながら次の道を探しているようだよくそれでここまで来れたなと茶化しつつ周りを見渡しているとどこからともなくオルゴールのような音色が聞こえるそして笛吹き男と目が合った会うはずのない目があった 俺たちは笛吹き男を正面からではなく横から眺めていたのだ頭だけがこちらを向いているそして今度はゆっくりと首から下の体がこちらへ向き船の、ね、船の笛の音色が流れ始めたそれに合わせて子供たちの銅像もくるくる回りながら歌い始める子供たちのコーラスオルゴールに 笛吹き男の笛の音ところどころに入る甲高い笑い声それぞれが重なり合って逆再生させた音楽のように気持ち悪い不協和音を鳴り響かせているさっきまで言葉を失っていた俺たちはどこでもいいここを離れようと走り出した最初の曲がり角広場が見える最後の瞬間横目に入った笛吹き男は踊っているように見えた 以上、ラストワンドロップ前編中編でございました。ラストワンドロップ後編。俺と彼女サイド。俺たちは走っていた。最初の突き当たりを右に、またぶつかって左に、またぶつかって左、そして右へ。奇妙な音楽が少し遠のいたようにも聞こえる。 さっきの「何?」と彼女はハァハァ言いながら途絶え途絶え言葉を吐いたさあ俺にもわからんがなんかヤバそうだったなと俺は少し笑いながら答える尋常じゃないものに触れ高揚していたのだと思う右手を内耳に添えたまま彼女より少し前を走っていたのだが彼女のちょっと待ってこれ,これ右手法で進んでるでしょう このまま行くと大回りをしてまたあの広場に戻るよ」という言葉に足を止めて振り返る心なしか確かにまたさっきより音楽が強く聞こえる気がする彼女は読めないなりに必死に地図を見て先読みをしたらしい「右手方の落とし穴だ」 途中にダミーのゴールや出入り口がいくつもある広場なんかがあるとその分壁の数だけ行かなきゃならないのでそこを何度も経由することになるのだそれはぜひとも勘弁願いたいな俺は勇敢な命知らずなんかじゃない得体の知れないものに触れる高揚感なんてのは年に数回いや数年に一度あれば十分 好奇心旺盛な怖がりに過ぎないのだからじゃあ次はどっちに行く二股に分かれた壁の前で地図を確認するこっちかなと彼女は左を指さすまま二人ともそちらを向いた瞬間背筋をゾクッと走る感覚 まるで絶叫マシーンで落ちる時のあの心臓を握られそのまま上へと引き上げられるその感覚そして全身の毛がゾワゾワーっとゆっくりでも数秒で逆立つあの感覚を感じたプーピープーとその音は滑稽で機械的でそしてどうしようもなく耳障りな音だった 俺たちが向かうつもりだった方にはそちらを向いて体育座りをしながら笛を口に押し当てている笛吹き男がいたななに彼女はどうにか悲鳴を上げなかったものの指をさしながらの格好のまま声にならない声で誰にとでもなく尋ねているプーピープー俺なんかは声すら出ない そしてゆっくりと動くプーッと息を吐くかのように体育座りのまま丸まりながら曲がっていき地面に頭をつける形になるとピープーッとまた音を鳴らしながら俺たちが向かうつもりだった方へと前転をしながら消えていったしばらくの沈黙の後俺は口を開く まだあっちに行くなんて言わないよな自分の声が震え軽く裏返りそうになり苦笑いが自然と出る彼女は未だに固まったまま動かない彼女の恐怖が容易にわかるそしてそれが逆に俺を冷静にさせるさっきの場面に取り残されたままの彼女の頭をつかみこちらを向かせる 世紀を抜かれた人形のような彼女に一言だけ伝える《大丈夫ちゃんとここから連れ出してやるから》《手の甲に腕に顔に肩に》《パラパラと降り始めた雨が小さく弾けてそれぞれがまた合わさり少し大粒の水滴になりスーッと流れて一筋の曲線を肌に描きながら落ちていく》 ほら、反対の道へ行こう奴は多分俺たちに気づいてなかったはずだ人生ってのは思っている以上に無慈悲で残酷なものださっきの笛吹き男が俺たちに気づいていないわけなんかないそれが例えば違うものを追ってるとしたら別だが今は嘘でも彼女の気を楽にしてやれるならそれでいいと思ったのだ 雨は強くなる一方雨宿りできそうな場所なんか広場しかない俺は彼女の手を引いて歩く彼女は何も言わずに素直についてくる何度目かの曲がり角を曲がった時また二股に分かれた洗濯の場にぶち当たり地図を見ようとした彼女が言う これどこから出るの?」尋ねながら彼女はボロボロになった地図だったものを握りしめていたさっきまであんなに晴れていたというのに「雲の流れはこんなにも早いのだ雨もすぐに止むだろう」「うさあ」と答えながらそう思いたいと願った さっきから曲がるたびに目の端で捉えたくないものを捉えてしまっている前転で移動している道化師のような男そのたびにそれとは逆の道を選び進んでいるのだがある意味これはどこかに誘導されているのかもしれないでもなぜだかこの道に来た時笛吹き男が視線に入ることはなかった道は分かれ道二つに一つ もう下着までびしょびしょで歩くたびにびしゃびしゃと靴が不快に吸い付いたり離れたりを繰り返しているそんなことに気を取られていると不意にそれは聞こえたプーピープップー,プー遠くであの笛の音が聞こえている続いてうわーと規声が聞こえてくるええ二人して顔を見合わせると 声の下方へと自然と走り出していた「でラストワンドドロップ後編、A、サイドそれにしても少し飽きてきた女の子はうつむいたまま手を握りしめ無言でテクテクと歩いている」 ずり落ちそうな男の子を担ぎ直し無言のまま歩く楽しげな音楽が聞こえている気もするのだけれどどこで鳴っているのかわからないので気にしないことにするいつからここで迷子になってたの尋ねても伝わらないと分かっていて話を振り続ける「You ママママどこ?」 反応はない木々の木漏れ日と少し強い横風が頬に触れていっては何事も変わらなく進む時間だけを暗示しているいい加減に兄貴や彼女ちゃんたちに会ってもいいのになこの子たちをどうしたものかとりあえず出口まで行けばどうにかなるだろう と自分の中で結論を出しているとその音は不意に聞こえてきた「プーピープー」目を見開き女の子がキョロキョロしている握っていた手に力が入ったことが伝わってくるどうしたの女の子の緊張感が伝わったからか木漏れ日やそよ風はどこへやら。 雨雲が立ち込めポツポツと降り始め雨に気づくそして空気は変わり続けるプーピープー機械的で気味が悪くてそして耳障りな音だその音が近づいてきている気がするそこですぐに臆病者のの勘が働くこれは何か危ない流れではないか 逃げた方がいいものに違いないのではでも何からどこへ女の子を見ると人差し指を立て手の甲をこちらに向けてそれを自分の方へと引き寄せているん何顔どこを指さしてるのなおも女の子は同じ動きをしている その間も音が近づいてきているのはもう明確なものになっていたプーピープー女の子はあからさまに怯えていたキョロキョロとその白目で周りを見ているもちろん A はそれを見てパニック発動何何何何なのおぶっていた男の子も背中でおろせと言わんばかりに暴れ始める すると、女の子が手を振りほどき、A の手を跳ねのけるように手をほどくと、今度は男の子を掴む。そして、自分より一回り小ぶりなその子を引きずり、生垣へと突っ込んでいった。A はあぜん。生垣へと突っ込んでいった女の子と男の子はまるで吸い込まれるようにいなくなったのだ。ぷぅーッ。またあの音だ。 さっき自分たちが来ていた方から近づいてきているあの子たちのことも気になるけど今はこっちもヤバそうだそう思った矢先ピープーっと曲がり角をゆっくり曲がりながらそいつは現れた広場にいた笛吹き男の石像が前転をしながら笛を吹いている うわーっと情けない規性を発しながら A は走り出した自分の振り返った先があの子達の消えていった生け垣だということも気にせず突っ込んでいた全身に枝が引っ掛か,かり葉っぱが視界を塞ぎ押し返されているのか通すまいとしているのかそんな感覚を感じはしたものの押し通るそこには長い長い一本道があった いくつかの選択肢、道がそこにはつながっていてそしてその道は出口へとつながっている最後の道らしかった出口前アトラクション最後の見せ場とでも言いたげなオブジェその道の真ん中には言葉を失わせるほどきれいなステンドグラスがあったそれはハーメルンの笛吹き男の描かれているステンドグラスだった 女の子と男の子はそのステンドグラスの左右に立ち挟み込み指さしている君たちは何なの話しかけた A はその女の子と男の子が石像だということに気がつくえと脳内整理の追いつかない状況で俺と彼女が脇道から合流した彼女ちゃん兄貴 泣き出しそれぞれ安否確認をしたりだとかここはちょっとヤバそうだとか早く抜け出そうだとかあいつはさっきまですぐそこにいたよと一言二言話し多分このステンドグラスの先にあるのが出口だと思うんだという A の言葉を聞きすぐさまその横を通り出口へと向かった 女の子のオブジェの横を通った時 A は頭を撫でるようにポンポンと触れていたがその時はまだ A が何を見てきたのかを知らなかったので大して気にも留めなかったステンドグラスから出口までは5 0 0ルといったところだろうか小走りに進む俺たちは生垣から出てきているネズミが増えていることを見て見ぬふりをしていた嫌な予感しかしないのだ 兄貴これ来るっしょ一番口にしてほしくないやつに聞かれてしまったことを嫌な予感に関して A が絡むと期待を裏切られたことがないのだそう案の定その嫌な予感は形をなし現れたプーピープーと不快な音が聞こえると広場で耳にしたあの不協和音のような音楽が流れ始める 出口の扉は開かれゆっくりと笛吹き男は入ってきたニヤニヤしながら俺たちの方へ踊りながら近づいてくる A 君とつぶやいて彼女が A の後ろに隠れているいつの間にかもう一つの人格に戻っているようだなぜここでとは思ったもののその彼女の手前ミジンコハートの A も引っ込みがつかなくなったのだろう 兄貴、考えがあるんだけど、兄貴に頼まないといけないことがあるんだ。なんだあいつをこっちに来させないで、時間を稼いで、彼女ちゃんを守って。叫ぶようにそう言うと A は全力で出口に背を向けて、要は奴とは逆の方向へと全力でダッシュし始めた。最低か突っ込みながら笑ってしまった。やってやる。 俺の中で何かが吹っ切れたた瞬間だったそれはどうやら笛吹き男もそうだったようだニタニタ笑っていた顔は表情を失いこちらを見ているそのままスローモーションなのに早送りというわけのわからない表現しかできないような動きでこちらへとガンガン進んでくるそれぞれの距離残り2 0 0ルなあ神様俺のいとこはどこへ向かってるんだ 彼女は俺の裾を掴んで背中で震えている残り1 0 0ル。あのバカは何かを叫んで走っている雄たけびにしか聞こえない残り5 0ル。逃げ道はもう作るしかないと思った彼女を少し,し後ろへと押して走り始める残り1 0ル。 ヒヒヒヒヒハハハッと笑い声が聞こえるのは後ろからだそのまま止まることなく俺は全身全霊の力を込めて渾身の右ストレートを同じく止まることなく突っ込んできた笛吹き男へと入れた男の頭はボロッと胴体から外れ後ろへと飛んでいくまた声が A の方からした 頭を失ったその石像はそれでもなお進み続ける狙いは A かしまったもう追いつけない後を追って見てるものの速くて追いつけないその時俺は異様なもう一人を見た彼女がいやまた人格を入れ替えたのであろうか横から飛んできているいや何というか見事なドロップキックを彼女がその石像にかましていた 肩と腕を両足で力任せに押された石像はそのまま平行移動をし、生垣に半身が埋もれている。お前なんか怖くねえよかかってこい俺が相手だ憎めないおバカな A はいまだに叫びながら走っている彼女はとっさに何事もなかったかのように俺の後ろに走り隠れる A は何がしたいのかと見ていると、そのままステンドグラスに突っ込んでいった。 みんなを怖がらせやがってこの子たちを解放してやれ声でわかるが多分泣いてるなあいつ頭から突っ込んでいきステンドグラスは見事に壊れ原型は跡形もなくなっていたそして不気味な音楽も雨も止まり笛吹き男が動くことはもうなかったどうやら石像は媒体に過ぎなかったようだ そして見事なステンドグラスを作った職人が意識的だったのかそれとも無意識になのかはわからないが伝説をそこに宿らせていたのだろうか A はそのまま倒れ気を失ったのだがその後帰りの飛行機で聞いた話では女の子と男の子が微笑んでいるのを見たと言っていたちなみに A は全身に切り傷を 俺はというと右で拳の中指と薬指を粉砕骨折した石像に本気でパンチを入れたのだから仕方がない俺たちは飛行機でそれぞれの観点で今回のトラブルを語り合い小さな機内用のボトルを飲みながら息をいようと日本へ帰ってきたそうそう機内での話を補足をもう少し彼女は A 君カッコよかっただの 今度は二人でまた来ようねだの3人で横に並んで座っているのにいないように終始扱われていた俺は一人ボト,ボトルを開けていたそのうち A も彼女も眠りやっぱり一人で飲み続けている俺がいた最後の一滴これを飲んだら俺も少し眠ろうそう思って口をつけると耳元でささやかれた ラストワンドロップ横を向くと彼女の顔がありそのまま唇が触れ合った彼女は唇の片足だけ持ち上げて言う「最後の一滴は私がもらったからお願い事をするね」「四人でまた来ようそれが私の願い」ニコッと微笑むと自分の席に戻り眠り始めたのだった それは彼女たちのそれぞれの意図的な意思や思考の違いから来ていた行動だったのだろうただただきょとんとする俺は一睡もできずに日本へと帰り着いたのだったラストワンドロップ彼女のいや S の願いが叶わなくなることはこのあとすぐに分かることになったのは俺たち四人にとっての最後の話へとつながっていく 日本に着いてからの高速道路での出来事を俺はまだ整理できないもう4人で過ごせることは二度とないのだから A はもう死んでしまったのだから